市村まさきです。この度2023年10月20日に、このようなベースコードを覚える方法とほんの少しの理論という本を発売いたしました。例えば、初心者さんはまず最初には初めてのベースみたいな教則本は必ず買った方がいいんですよ。いろんな名称とかテクニックの名前とか、こうやって弾くんですよ、こうやって弾くんですよ、みたいな基本的なベースの弾き方っていうのは書いてある本は、一冊は必ず買った方がいいんですね。で、そういう意味でいくと、二冊目に買ってほしい教則本的に少し捉えていただけるとありがたいんですけども、なんとなくコードって言われると、ギターとか、キーボードで和音、複数の音を同時にピャーンとか鳴らす、そういうのをコードっていう風に思いがちなんですけども、ベーシストもコードっていうものが分かってないとプレイしにくい。逆に言えばコードというものを理解していればプレイしやすくなる。プレイしやすくなるってことは、まあ演奏力が増していくってことなんですね。で、例えばじゃあ Cm っていうコード、まあ譜面かなんかね、コード譜が書いてあって Cm の時に何弾いたらいいの?どこ弾いたらいいの?とか、Dm7flat5 っていうコード名が書いてあったら、いや、何弾いたらいいの?どこ弾いていいの?っていう。G on B って書いてあったら、G 弾くの?B 弾くの?どっち弾くの?その辺が本当はちょっとだけ、分かってませんっていう人におすすめしたい本。で、一応今少し鳴らして僕が弾いてみた、模範演奏みたいなやつ。今のはもうトラック39ぐらいの後半の方のプレイなんですけど、もっとすごい簡単な方から始まる、模範音源と、ベース音をなしにしたカラオケ音源、リッドミュージックのサイトに置いてあります。で、そのページを開いて、そのページでこう、ね、音を出して練習することもできるし、模範音源のみをダウンロードして活用するのもよし。カラオケ音源のみをダウンロードして活用するもよし。両方ダウンロードして再生するのもよしと。携帯に落とすんでもいいし、パソコンに落とすんでもいいっていう。そういう練習フレーっていうのが、まあ、基本的には左のページが解説になってて、右のページがタブ譜になってるんで、このタブ譜を見ながら演奏して、模範演奏を使おうが、カラオケを使おうが皆さんの自由なんで、どっちでもやりたい方で練習してくださいという本になってます。例えばね、ギターも弾くし、ベースも弾くっていう人は意外と多いじゃないですか。多いと思うんですよ。まあ僕もそうって言えばそうなんですけど、ギターはあと2本弦が多いだけで、上4本は同じ音程の感覚として弾いていけるから、どっちか弾ける人は、まあ割とどっちか弾けたりする、みたいな。もしくは最近ベース始めたばっかりですっていう人も、3年後ぐらいにはギター始めてみるといいよね、みたいなのもあって、ね、ゆくゆくはどっちも、割ともう大人の人たちはどっちも弾ける人ってのは多いんで、っていうのを踏まえて、ベースが入ってる方の模範音源は、実はギターのアドリブ練習に使える音源になってます。そういうことです。まあ、さっき僕がうっぺうっぺ弾いてたあの曲で、アドリブギターの練習にも使えるっていうね。うん、ね、まあまあ、この動画としては一応ベースのこの先のこの本の内容に少し並びつつも、ちょっと別な角度から説明し直したりとかする動画を作っていきたいと思っていますと。で、僕は、まあ、この YouTube 動画で、まず、こんばんみーって挨拶してるんですけど、こんばんみって何ですかっていうと、4本ともの弦を鳴らして C コードって音を出すときは、こう、まあ、よく聞く感じのサウンド。これの C コードって何でしょうっていうと、これ1度って言うんですけど、で、こいつが、これで1、2、3、4、5、6、7、8って数えてって、8までいったらもう一回1、2、3、4、5、6、7、8って数えるんですけど、これを度数って言って、
これの一番低い音をルート音って言って、そのルート音に何の、どの音を加えるとコードになりますかの、こっちの音。これが数えていくと、1、2、3、4、5、5番目。で、5、6、7、8、8番目。で、もう一回1から数え直して、1、2、3。つまり、5、8、3。このルート音から数えた5度、8度、3度っていう5、8、3が、C コードの、まあ C コードじゃなくても、こう違うコードだとしても、この押さえ方っていうのが基本中の基本で、これが5度、8度、3度になってるから、それを語呂合わせとして、こんばんみって数えることによって、この人差し指プラスこんばんみを鳴らせば C コード。こんばんみを鳴らせば C コードとか、まあ、例えば、これが A って音なんですけど、A を人差し指にしてこっちで、こんばんみを鳴らせばこれ A コードとか。例えば、こんばんみのみを半音下げて、中指離すと、こんばん、こんばんマイナー。これマイナーって言うんですよ。こんばんみのみを半音下げると、こんばんまーになって、A マイナーとか C マイナー。まあ、こっちだったら C マイナーね。みたいに、音の度数の数え方っていうのは、まあ、ドレミファソラシドっていう音の数え方も基本ではあるんだけども、ドレミファソラシドって考える考え方はあくまでも C コードとか C 基準の数え方で、C 以外のコードで数えるときは、1度、2度、3度、4度、5度、6度、7度、8度っていう度数で数えていった方が理解しやすいんですよ。っていうようなことを解説するべく、まあこの本と、この本とちょっとだけ僕がこう YouTube で、なんとなくこうやって説明していきたいと思っておりますと。で、まあまあ、カラオケと一緒に練習してくださいと。まあたまに僕もこういうことを。こういうことを弾くかもしれませんしと。ということで、まあ、この後は、ベースでコードを覚える方法っていうのの、1、2、3、4って動画を作っていくので、ぜひ、ベーシストさんも、ギタリストさんも、チャンネル登録しておいてください。じゃあねー。